こんにちは、なべです。よろしくお願いします。今日から何回かにわたって、ヘアアレンジのレクチャーを、していきたいと思います。でまず最初に基本編みたいな形で、僕がアレンジをする前に、巻いてるやり方と、あとアレンジをする上でのポイントとかを軽くお話ししながらやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。まずアイロンでベース巻いていくことが多いんですけど、ざっくり簡単に、ワンカール毛先を内巻きにしていきます。で事前にスタイリング剤だったりヘアスプレーだったりっていうのをつけることもあるし、つけないこともあるんですけど、モデルさんの、まあ、お客様の、髪のコンディション、オイルをたくさんつけているだとか、サラサラな状態なのかとか、その辺を判断して僕はつけるようにしてるんですけど、あくまでも全部アレンジがしやすいようにっていう方向に持っていくので、サラサラすぎても大変だし、しっとりしすぎてても大変なので、その辺を少し見極めながらスタイリング剤使っていきます。もともと癖がある方だったりとかしたら、この毛先ワンカールを省いて、その中間巻きとかそういうところから入っていっても問題ないんですけど、今日のモデルさんは結構髪がしっかりストレートなタイプなので、まず毛先にワンカールニュアンスをつけました。これをすることによって巻き残したりすることがなくなるので、ベースでやっていくといいです。で僕はフェイスラインは外巻きに巻くことが多いです。でアレンジするときに最後送り毛とかの残す場合は、その時に巻き直すことがあるんですけど、最初は基本的にはフェイスラインリバース、それから、中間巻きでミックスに巻いていきます。で結構ブロッキングね、ダッカールで分けてやったりする方もいらっしゃると思うんですけど、僕はアレンジの前は本当にざっくり巻けてればいいので、その辺は分け取ることなく巻いていくことが多いです。中間からアイロン通してちょっとねじって抜く、こんな感じの巻き方が多いですかね。で少し熱があるうちに指を通して崩してあげる。ちなみにアイロンの温度は僕は180度ぐらいで巻いていくことが多いですね。でももちろんモデルさんお客様の髪質によってアイロンの温度を変えたりするんですけど、まああまり低い温度でやるっていうよりも160度以下はあまり使うことがなくて、で温度の高さと時間っていうのは僕は比例していると思っていて、高い温度でパッと巻いた方が髪にはそんなにダメージないかなと思ってるので、低い温度でなかなかカールがつかないって言ってじっくり巻くよりは、ある程度高い温度でパッと巻いてあげた方が髪にも優しいと思います。
はい、じゃあ大体こんな感じでざっくりカールがついたら、あと少しだけ表面にニュアンスをつけておくとアレンジをした時に、崩しやすかったりするので、崩しやすいっていうのは何て言うんだろう、崩れるじゃなくていい感じに崩しやすいっていう意味ですね。なので表面ちょっとところどころ取ってニュアンスをつけてあげます。あとは今日はこのアイロンでベースをちょっと作っていってるんですけど、まあ、人によって本当トップがボリューム出にくい人はブローで少しトップをボリューム出してあげたりとか、いろんな方法を使うんですけど、まあ、基本的にはこれぐらいの巻きをベースにしてアレンジをしていくことが多いです。あとスタイリング剤は僕こういうスプレータイプのワックスとか、あとはこういうクリームちょっとオイルが混ざったようなセラムとかを使ってヘアアレンジしていくことが多いんですけど、まあ、その辺も最初にお話ししたようにその人の髪質に合わせて使っていくような感じで、で根元の方から割と油分を足してあげるような形でベースにワックスというか使っていきます。で固形のワックスとかじゃあダメなのって思われるかもしれないんですけど、それももちろん全然いいんですけど、アレンジをしていく上でこう髪の毛が指にまとわりついたりするとすごくやりにくくなったりするので、僕はあえてスプレータイプを使うことが多いです。はい、じゃあ今日はこういう形で、僕がアレンジをしていく前に、ベースで巻いていくやり方を、披露させていただいたんですけど、次回は、これをベースに、基本のポニーテール、どういう形だったら、どういう雰囲気になるよとか、そういうポイントを次回はお話しさせていただこうと思います。今日はありがとうございました。